ニギス目は、甲骨魚類の分類群の一つ。ニア目六か五十七属で構成され、ニギス、デメニギスなど202種が所属する。全種が海水魚で、ほとんどが水深200メートル以上の深海に生息する。ニギス目の魚類はそのほとんどが深海魚で、熱帯から温帯域にかけて、広範囲に分布する。特に花芽キトリワシ鹿の魚類は、 極海を含めた海洋のほぼ全域に進出している。ニギスカの一部が食用として漁獲される以外、ほとんどの種類は利用されることがない。ニギスメは酒メ、キュウリウオメ、カワカマスメと近煙で、これら4目は原曲期ウアメとしてまとめられている。ウアメ内部での位置づけは多くの変遷を重ねており、ニギス類が現在のように独立の目として扱われるようになったのは、 ネルソンの体型以降である。ニギスメの仲間に共通する形態学的な特徴として、エラの上部にクルーマネル器官と呼ばれる複雑な構造を有することが挙げられる。腹器が腹部の中央に位置すること、油びれを持つ種類と持たない種類があること、及び元長肩骨、眼下長肩骨を書くことなどは、キュウリオメと共通する特徴である。 ニギス目はニギスアモクとセキトリイワシアモクのニアモクからなり、6か57族202種で構成される。かつて本目はキュウリ流を目と共に裂け目に含められていたが、まずニギスアモクキュウリ流をアクのニアモク13かからなる、独立のキュウリ流を目とされた後、さらにネルソンによってニギスアモクが単独の目として分離された。ニギスア目、アーゲンティノワディは3か19族からなり、 約72種を含む、銀色の体色を持つものが多い。小型の卵から孵化し、成長の過程において海底近くで生活する、養成器がある。背びれは、体の中央付近にあり、尾ひれは二股に分かれる。多くの種類は、油びれを持つ。口は小さく、上あごの歯がない。上手上顎骨をかく。浮き袋がある場合は、消化管とは、不連続である。 ニギスカ、編集ニギスカの一種、デメニギスカの一種。真上を向いた感情の目が、特徴ニギスカアーゲンティニーデイは二族二十三種で、構成される。油びれは尻びれの真上に位置し、背びれの基地部は、腹期よりも前方にある。胸びれの基底部は、腹側近くにある。デメニギスカ、編集、デメニギスカアピサープロクティデイは六族十一種からなる。 眼球が円筒型に伸びた環状眼となっており、真上を向いているのが大きな特徴。胸びれの規定部は体の側面にある。ミクロストマカ、編集、銀砂系和種族の一種ナンセニアクロンランデカ、痩せ底岩種族の一種バサレイングス SP、ミクロストマカマイケロストマタイデイワニアカ11族38種を含む。ミクロストマカ、編集底ワシアカ、 編集セキトリーはシアモク。アリッポセファロイディには38属130種が記載される。体色は暗い色の種類がほとんどである。卵は比較的大型で、養成期を経ずに成長する。背びれは体の後方にあり、脂びれを持たない。口が大きく、鬼は死族を除き上顎に葉を持つ。浮き袋はない。花名はシカ、編集。 花芽はシカプラティトロクティリーは13属37種。地中海を除く全海洋に分布する。肩部に袋状の器官があり、側線の前に開いた放出口から発光液を分泌することができる。多くの種類は発光器を持ち、水深300から1000メートルの中深層に生息する。バサラカナイデイカ、編集バサラ小族の一種。大きく発達したウアアゴが、 目の後方、エラの近くにまで伸びるノコバイワシタリズマナイア、アンティラームコツブイワシゼナダーミカシースコープ、セキトリーワシ属の一種バサラカナイデイカワニ属三種。上顎が、目の後方に伸びる。大きな円鱗を持つ。以前は、セキトリーワシカの赤として分類されていた。セキトリーワシカ、編集、セキトリーワシカアリッポセファリデイは23属90種から、なり、 すべての海域に分布する。発光器を持つが、花芽は鹿のような分泌器官はない。水深1000メートル以上に分布する種類が多い。オニイワシ族はかつて独立のオニイワシか、レプタケリックシーイデイとして分類されていた。ありがとうございます。